あなたがくれたこの名前はいくつの願い込められてるの？そこから見える私の素顔は誇れるものですか？あんなに嫌いで飛び出したふるさと、家族の声もただ重くて苛立っていたよ。そんな姿はあなたからすれば泣き続けた幼子の頃と変わりはなく、いくつになっても同じだと子供扱いするばかりで、認めてくれる言葉もないまま会えなくなるなんて、年に一度の誕生日だから照れずに言うよ、産んでくれてありがとう。あなたがくれたこの心は優しい人を選びました。自分じゃなくて家族の笑顔を願ってる人、いつか会ってください。真っ白な百合を写真に飾ろう。聞いてもいいかな？認めてくれるかな？この生き方を。はい、こんばんは。今夜はね、福山雅治さんの誕生日には真っ白な百合を歌いました。2018年2月の28日、水曜日ね、みそかね、最後だね、日中の生存確認を。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に話してます。はい、こんばんは。今日で2月最後が早いもんだね。こんばんは。今日は早くてよかったね。0時までよかったよかった。こんばんはね。どうも。あ、ノルさんどうも、ギローさんどうもね。はい。まあ今日は暑かの方が、こんばんはね。ほんとね。昨日遅かったけどよかった。今日はなんとか0時までね。アスさんどうもね。こんばんは。いつも、今日はね、誕生日が真っ白な百合を歌いました。じゃあさて、今夜熱燗飲もう。熱燗行くよ、今夜。昨日は酎ハイだったからね。今夜熱燗飲みましょうか。まだ大丈夫だ。新しい泣けないで。こういう男たちの会、昨日はね、熱かなくてね、酎ハイでしたが、今夜はね、次郎さんどうもね、はい。男たちの酒、燗酒いきます。どうも。あ、そうなんだ。僕、ね、昨日遅かった。そう、僕毎日やってくるね。ね、毎日やってますんでね。昨日はいつも通り仕事から帰宅した。今日はね、0時までよかった。今日は1号とっくりで。暑かん。いいかな？いい感じとこ。このいいかな？はい。じゃあ今日もガスバーナーで、今日もガスバーナーで買い物しましょうか。ガスバーナー。じゃあ、お手頃、これ2,400ほどで買ったやつね。値段だけは良かったね、これね。これは当たりだったね、このガスバーナー。でも、いつも言ってるけどね。難点はね、これね、このごとくでかいためかね、通常メスってあんまり安定して乗らないんだ、これ。このごとくがき、これね、通常メスってあるじゃん。あれ、ちょっとね、あれだとね、あんまりちょっと不安定なんだよね。
ラーギならいいんだけどね。なんか普通の丸いクッカーはいいんだけどね。はい、じゃあこれで、今日もこれで。あ、今日早くてよかった。昨日ほんと息回っちゃったもんな。よし、今日はどうかな。またプラスガス出てます。あ、今日も1回で着いたね。はい、じゃあ考えたいし、はい、考えたいし、まあ使っていくうちにさ、よくいいのかな、泣きんでくるのかな。はい、どうもね、どうも、あすかいよ。さて、今日のつまみ、今日は早かったこともあって、スーパーを呼べたんでね、あれ買ってきた。 まあそんなに、そんなんで、だからあすかいなんだけどね、今日はね。今日見たらね、これだ。駅前の謎の堂でね、カツオのたたきを買ってきたよ。太平洋さん、カツオのたたきだ。はい、こんな味。今日はこれいこうかな。こんな。今日、鰻節だって。今日はこれいこう。これいきます。今夜カツオの、あ、どうも。今日カツオのたたきだ。ちょっと切ってこよう。うまそうだ。やっぱ刺身系はさ、たたきとかはね、こういうのってね、やっぱ、たたきが刺身はね、質感がいいからね、そんなに。今日はこれ、カツオのたたき。どうも。あ、ちょっと切ってきます。カツオのたたき。じゃあ、その前にアスカ。今日カツオのたたき切ってきますね。ちょっと弱火してくよう。こんなもんいいかな。ちょっと切ってます。ちょっと切って。
今日は勝又たちです。どうもね、割り箸はいつもの割り箸でいいね、金沢もいい感じだ。はい、どうもね、今日は勝又たち適当に来てきた。はい、いいかな。今度は勝又たちだ。で、天ぷの生姜、天ぷの生姜、本日は勝又たちです。天ぷの生姜ね、タレ、あ、いい香りが生姜の。タレをかけて、このカツオの形でいきます。そうか、いいね。アスカもセット、いい感じだ。はい、いただきます。混ぜて、今日カツオいただきで、いいねいいね、いただきますね。うん、うん、いいね。これ400円ほど、400円、464円の2割引きだから400円ほどかね。464円の税込み464円のだからの2割引きだから400円ぐらいか、大体400円でこんなもんならね。やっぱカツオは安いな。うまい、うん、そうみたいね。うん、でまあいい、でもよかった、週末は天気みたいだもんね。じゃあ神崎行こうか。今日はコップで行きます。今日はコップで行こうか。コップで行きます。ちょうど1号だから、はい、はい、乾杯。ああ、すかさず今日もこれ2本目、返しとこうか。よし、これでおしまい。今日はこれでおしまい。あ、いいね。燗酒飲みながら、たたき、カツのたたき。お、うん、いいわね。こんにちはね、今日カツのたたきだよ。こんにちは、どうもね、今日早くて終わった。はい、本日は勝又たちです。まあ、いつも早めで、いつも通り仕事から帰宅時代だからね。仕事から帰宅時代なんで、早いとはこんな時間もね。この間キャンプの時はスーパー行かなかったからね、取り合わなかったね、あれね、この間はね。この間ほんと近くのコンビニ、デイリーヤマザキだけで買った買い物したからね。だからスーパー行った時はキャンプの時からね、うまい買うね。この
この間のキャンプは土日は休みだったって聞いたからで、あれ家から食材持ってったからね、あれでもいいんだよな、でもね、ウォッツマンさんともね、あれうまいね、もうこれでいいかな、あと余熱でカナダから火止めちゃおう。ああ、うまい。山も行きたいけどな、山。今度どうしようかな。ゴールデンウィーク4連休なんだよって。4連休やっぱ3日間山にして1日は1日帰ろうかな。ね。2泊3日で山を行って1日は1日もう帰ろうか。あ、こんばんは。ヘイさんどうもね。今日はね、カツオのたたき。今日は、カツオのたたきと缶酒です。400円ほどだった、これ。まあ、家で飲むと安くていいよな。家で飲むとね。ストパーク400円ぐらいでこんだけあんだもんな。当たり前だけどね。たたきはこれがいいんだよ、炙るからね。カツオのたたきは炙るよね。アジのたたきは別に炙んないからね。あ、本当に叩くの、包丁でね。それたたき。カツオはそうね、いろいろね、違うからね。同じたたきでもね。アジのたたきは、あれ、本当に、包丁のせいでさ、香味野菜入れて叩くからね。で、たたきなんだけど、カツオはそうじゃないからね。カツオ、カツオなんだろうね、あれ？は安くていい、ほんとね、マグロと違って、うまい、あ、美味しいね、顔が美味しいね、印刷工場です、校内作業、工場だから普段工場から出ませんよ、分かった、こう分かった、ワッツさん。印刷工場で普通の巻き工場。従業員10人足らず全員入れて、もう。社長から全員入れても10人足らずの小さな工場、巻き工場です。あ、うまい。うまいね、カツオね。本日はカツオたたきね。いいね。この焦げ目がいいんだ、これね。炙ったの、これが。2本目、2杯目、2合目いこうか。今日は2合。今日も2合。今日はこれでおしまい。今日はこれ1合特利だからぴったり。コップ1杯。はい、乾杯。分かった、バッツさん。印刷工場よ。でも本当よかった。機械といいね。でも本当、徒歩通勤は楽でいいわな。今雨降ってきたね、今ね。ちょっと はじ少し前からね。雨の音が聞こえてきた、ほんとね。うわ。今度だ。天気がいいみたいに日中予報を見るとさ、ね、19度、最高気温19度とか言ってもんね。あれ嬉しいよ。こういうのいいよね。週末天気良くっていいのは嬉しいな。普段は仕事はしてないだからね、僕はね。雨降ってもほぼ関係ないから。よかったよかった。週末雨だったらどこも行けねえもんな。
今週末、本当に日曜日、最高気温が19度だったね、さっき見たら。天気アプリ見たらね。よかった。お互い頑張りましょうね。おめでとうね。介護なんだ。お互い様、ありがとうね。みんな遅いんだ。自分だけじゃないからね。お互い様よ、みんな。それ忘れないようにね。どんな何をしててもお互い様忘れない。どんな嬉しい喜怒哀楽、どんな時もさ、ね、嬉しい時も怒ってる時も、それはいろいろあると思うんで、いい時、悪い時、どんな時もお互い様忘れないようにしようね。自分だけじゃないんだと思ってね。これ本当、いつも言ってるけどね、だからお互い様大事だから、タグにはお互い様って入れてますね。みんなそうよ、みんなお互い様、ね。自分が思ってること誰も相手も思ってるね。みんなそう、どの時も。それを忘れちゃった人間、ここだけの話だけどさ、言っちゃなんだけど、心情はないかとか通うのかなと思うんだ。それわかんない人間がね。お互い様がわかんない人間が、バカみたいにさ、心情ないか通ってさ、民剤とかもらってんのかなとかね、思うんだ僕は。自分だけじゃないんだよ、辛いのは自分だけじゃない、どんな時も。本当に辛い時こそはそう思ってほしい、お互い様って。人間ってなかなか思えるもんじゃないからさ、僕は、あえて自分にも言い聞かせるためにタグにお互い様って入れてます。ねえ、実際そうよ、本当。これ忘れちゃダメよ。人はそれぞれお互い様はみんな一緒なんだ、ほとんどね。それ忘れちゃった人間がさ、バカみたいにさ、うつじゃないやってなるんだろうと思うよ、僕は。みんなお互い様、お互い様、みんな死ぬんだ。この世に生まれたからにはみんなお互い様にいつか死ぬんだよ。そうね、しげちぶるしと、それ分かってないんだよね、お互い様ね。自分だけ悲しいんじゃねえんだよ、ほんとに。みんなそうなんだよ。言わないだけ、しょうがないね。人はそれぞれだからさ、言う人もいれば言わない人もいる。そんなのも含めてお互い様だけどね。しょうがないね。僕は言わない。お互い様は分かる人間として生きていきたいね。人はそれぞれお互い様だからさ。この世に生まれたお互い様にみんな例外なくいつか死ぬんだから、死ぬことばかりは悲しんでもしょうがないからね、本当ね。いいことも悪いこともお互い様だから、本当。みんながいるから今があるんだね。それが、何度も言う、それがわからない人がバカみたいにうつ病なのかなって僕は思うんだ。そういうもん、医学のじゃそんなもん言わないけどさ、突き詰めはそうだと思うよ、突き詰めれば。忘れないようにしようね。みんなお互い様。だから僕はこうなの。だって実はそうだ、僕は。本当。鹿川くんみたいに僕は自殺はしなかった。それはその気持ちがあったからだと思うんだ。鹿川くんってあれ、鹿川白文くん、富士見中野中で自殺した子ね、あの子。同い年だ、僕と。同い年だから、あのニュースは衝撃的だったよね。あの子はお互いさんわかんなかったのかもしれないな。それぞれお互い様。うまい。うわ、カツオの叩き。ほいで、その時。ありがとうね、バッツさん、共感してくれてありがとう。そうよ、
こうやって飲みながら僕、おまたのこと考えてんだよね。また始まっちゃったけど。それも一緒に僕、ほんと。いろんなこと考えるから、ほんと。だいたい僕、おまたのこと考え、黙ってるときはだいたいおまたのこと考えてるからね。こうやっておまたのこと考えながら。ありがとうね、そうね、あれもそう、いろいろあったと思うよ。単純もそうし、教師だって、教師を指南するってもあれ、教師も難しいんだよな、あれ、いろいろ、どう聞かっていうのがさ、それも考えるんだ、僕。一応、教師、よくさ、いろんなコメント見てたら、教師も参加してたっていうじゃん、あれ、お葬式よく。それ、すごい指南する人もいるけどさ、教師側になって、あれ、悩むと思うよ、どう接していいのかって。教師だって人間だもん、ほんと。そりゃ、一概に言えないな、あれも。僕は、ね、僕はしないはできないね。教師のことが思えばさ、ああ、どういう行動をとっていいのが難しかったと思うんだ、あれだって。教師としてさ、全部真面目一辺倒だったらうまくいかないしな。難しいよ、ほんとな。こっちは、練習はしないです。大丈夫よ。鳥川さんどうもね。じゃあ最後で、今日はカツオのたたき。これで最後だ。本日はカツオのたたきでした。ね、早かったからさ、スーパーで買えた。今日は。で、燗酒。今日はこれでおしまい。衝撃的だな、フリームの中の瞬間。やっぱそうね、生魚がさ、魚系の日本酒は合うかもしれない。この間、キャンプの時だっけ、朝来た早朝。あのマグロのホール焼きだっけ、マグロのアラの。あれもうまかったな、最初。この間のキャンプ、素振りでさ、最初やったの。アルコールバーナーのバーナーパッドでさ、家から持ってきたやつ。マグロのあれ安い時に買っといたやつ、あれ。塩振ってホールにくるんだやつね。あれもうまかったね、あれね、やっぱ。魚系は日本酒合うね、ほんとね。あれは鍋じゃなくて、あれ。アラのホール焼きだけどさ、塩振ったやつね。あれもなかなか良かった、あれ。あれほんとうちの近くのスーパー安い時買っといたんで、半分ぐらい夜で食べて、残り半分ぐらいを塩振ってホールにくるんで冷凍庫入れといたやつ。で、休みの時にああやってキャンプ行ってね。昭和生まれ、昭和、貴乃花親方と同い年だからね、昭和40。死んで、大正なわけないじゃないか。大正だったらもう90とかだもんね、そんなわけないよね。もう一杯行きたいけどさ、もう予算の都合で、ごめんね、それは。これ明日の分担に取っときたいんで。毎日飲みたいからね。ごめんな。ワッツンさんごめんなさいね。飲んでもなくなっちゃうから、今日は2合飲んだしね。これ、今日明日で開くと思うんだ、これ。今日は明日の分取っとく。ね。大事に。計算ではないけどさ、あんま飲みすぎないように、これ。これ2リットルだ。計算。1日っていうか、1ヶ月って、毎月給料、1ヶ月単位で給料もらってっからさ、それで、だから1ヶ月単位で考えてやってるんで、そうすると1日こんぐらいかなって感じで。こうやって。舐め方には、それ舐めたいように舐めればいいんだよ。それはね、舐め方はね。お酒が一番効果か？これ、まとめて、100cc とかコップ1杯買ってないからね。これで2リットルで、税込み、700円弱、600円台。だいたいこれ。こんな感じ。
これ、うちの近くのお店で一番安いですね、これね。1日あたりの食費はそれは計算はしないけどさ、大体わかるじゃん。普通に食って飲み食いして、これ以上食ったり飲んだりしたらさ、ちょっとダメだなって、そういうわけで。でもこれでもう、だってもう超これで、2合飲んでっからね、わかるよね、2合で。結構ないい感じなんだよね、これでね。ここで飲みたい、飲んだらさ、もう多分超開いちゃうと思うんだ、これ。明日はこれ、開いてば。明日は木曜日か、ね。これは焼酎じゃないんですけど、これは、ね、日本酒で、これは赤札堂じゃないです。プラスワンショップで検索して、カタカナでプラスワンショップ。町屋と都内の、あれ、曳舟にあるので、僕は町屋だからね。結構、量販店で結構、いろんなものがお手頃価格で売ってるお店、生鮮品以外はいろいろ何でも扱う感じよ。だから食事も生鮮品以外だからさ、ハムやベーコンとかウインナーとかも売ってるし、練り物も売ってるし、普通に。生鮮品ないと、野菜とかさ、普通の刺身的なそういうもんないけどさ、生鮮品以外は全部売ってる感じよ。ここで買ったら、あれ、うちが、なんだ、テント扉あるんだ、あれ、と、あれって。テント扉、高いとこ、あれ、あそこで買ったから、あれ。なんだっけ、高くするの。君ちっちゃい、あそこもあそこで買ったし、そうよ。プラスワンショップ。生鮮品以外は何でも売ってます。酎ハイは昨日飲んだからね、今酎ハイ用意ないや。いや、ワッツさん、どうもありがとうね。ごめんね。また今度、でも、もう、これでもう2合飲んだからさ、よかったら、録画の方で見てね。で、僕の下ネタはさ、ソフトだから大丈夫よ。年頃の男性がさ、思ってること素直にやってるだけなんで、そんな変な下ネタじゃないからさ。そう、勝彦さん見た年頃の男性がさ、普通に思ってること言ってるだけなんで、そう、普通にね、いつもおまたのこと考えてるだけだよ。別におかしな下ネタ、そうよ。いつもそうよ。大体黙ってた時おまたのこと考えてますよ。大体可愛いもんな、今、若い子はさ。寒い時にもさ、結構さ、ミニスカートが履いてさ、たまんねえな。ああいう姿見るとさ、おまたを想像しちゃうよな。そんな感じ。22歳の時そうなの、僕、二十歳でも、そうなの、普通そうだよな。僕、二十歳になって間もなく家出ちゃう。僕、高卒だからな。高卒だから。もう高校出てもう働いてるからさ、もう、ある程度、1、2年である程度お金貯まったんでね、それで家出たんだ、あれ。それはやっぱない。介護職って多分どっか専門学校かどっか行ったと思うんだ。それもあるかもしれないね。介護ってことはそうでしょ。まあ、普通、ね。普通に高卒で働いてるからさ。二十歳の、本当の二十歳になって間もなく家出たからね。そう、すべての人がオダペット。女の子オダペットって書いてねえからさ。巨乳、別に大嫌いじゃないよ。巨乳しかいないから巨乳でもいいけどね。僕の望むのはね、キブサーで、手のひらにすっぽり収まる感じのがいいです、僕は。手のしらにすっぽり、霧雨のキブサ。そんなの僕、宮崎あおいちゃんも僕のタイプなわけね。
うまいような塩の塩でもね、なんやか、今日はこれは、まあ、まだ、まあいいか。こんばんは。今日はね、カツオのたたきでした。今日早かったからスーパーでカツオのたたき買えたんで、カツオのたたきをいただきました。もう食べ終わっちゃったから、まあよかった、動画で。はいな、企業機がどこあるんで、今日はね、カツオのたたき、こんなやつ。2割引きだった。400円ぐらいの2割引きね。こんなやつ。で、熱燗2合でした。もう終わっちゃったんでね、よかった動画の方で。そう、えぐいね。ごめんなさい、どうもね。こんばんはね。よしさん、どうもね。わかった、今日はそんな感じ。もう今日は昨日より早かったからさ、もう。さっき食って、もう酒が飲み終わっちゃったんだ。ごめんなさいね。あ、ジローさん、ありがとうね。うまかった。でも2合飲んでっからね、酔いが早いとか言っても。日本酒2合飲んでっからさ、まあそこそこ酔うでしょ、普通ね。2合飲んでっからさ、で、これで2杯飲んでますんで、そりゃあそこそこ酔うよ。ね。あ、お互いにお疲れ様ね。よしさんもどうもね。お疲れ様、お互いにお疲れ様。ね、どうもね。そうなんだけど、疲れた。ちょうどバスの待ち時間あったから、あの時ね。うまかった、あの時。だって、おまた好きだもん、しょうがないよ。勝彦ちゃん、かっちゃんおまた大好きだから、しょうがないんだよ。もういつもおまたのことばっか考えてんだもん。だノックさんがさ、戦闘中触っちゃったけど、あれ僕、なんか気持ちわかるもんな、僕。分かっちゃいけないのかもしれないけどさ、ノックさんの気持ちわかる。若い女の子いたら、そりゃ騒ぎたくなっちゃうよ。だノックさんが、僕はやんないけど、ああいうことはね。あ、お互いにね、ゆっくり休んで、また明日働きましょうね。おやすみなさいね。じゃあ今日はこの辺で、じゃあまた。終わります。おやすみなさい。そういうわけじゃないけど、町田の勝彦さんですよ。で、どうもね。おやすみなさい。じゃあまた。はい、YouTube ライブ終わりました。どうも。さて、じゃあスティックまでもう一回歌おうか。スティックまでもう一回。最後は。最初にね、誕生日には真っ白な雪を歌ったんで、最後もこれで締めようか。で、最後、今日、今夜は福山雅治さんの誕生日に真っ白な色ね、で終わろうかな。あなたがくれたこの名前はいくつの願い込められてるの？そこから見える私の素顔は怒れるものですか？あんなに嫌いで飛び出したふるさと、家族の声もただ重くて苛立っていたよ。そんな姿はあなたからすれば
泣き続けた幼子の頃と変わりはなく、いくつになっても同じだと子供扱いするばかりで、認めてくれる言葉もないまま会えなくなるなんて、年に一度の誕生日だから照れずに言うよ、産んでくれてありがとう。あなたがくれたこの心は優しい人を選びました。自分じゃなくて家族の笑顔願ってる人、いつか会ってください。真っ白な百合を写真に飾ろう。聞いてもいいかな、認めてくれるかな、この生き方を。はい、今夜はね、誕生日には真っ白な百合を歌いました。はい、どうもね。はい、はい、どうも。じゃあおやすみなさい。いいね、カジム。じゃあまた、YouTube ライブも終わって、スティッカムライブも終わりますんで、じゃあまた明日ね。ね、お互い頑張りましょうね。ジローさん、ありがとうね。じゃあ、スティッカム終わります。ではまた。また明日。明日も仕事から帰宅次第ね。ではまた。はい。で、終わりました。じゃあ、スティッカムライブは終わりました。あ、今完全ローカルだね。じゃあローカルで。ローカルで最後この歌歌おうか。今日のローカル最後の一曲この歌。行こうか。ローカルの最後はこの歌で締めようか。今日最後この歌で。島津豊さんのホテルで終わろうかな。手紙を書いたら叱られる。電話でかけてもいけない。ホテルで会ってホテルで別れる。小さな恋の幸せ。ごめんなさいね。私見ちゃったの。あなたの黒い電話帳、私の家の電話番号が男名前で書いてある。奪えるものなら奪いたい、あなた。そのために誰か泣かしてもいい。奪えるものなら奪いたい、あなた。一度でいいからあなたの肌に爪を立てたい。あなたは私の宝物。私はあなたの何なの。ホテルで会ってホテルで別れる。小さな恋の相手、ごめんなさいね。私見ちゃったの。あなたの家の日曜日、あなたは庭の芝を飼っていた。奥で子供の声がした。奪えるものなら奪いたい、あなた。
そのために誰か泣かしてもいい。奪えるものなら奪いたいあなた。一度でいいからあなたと街を歩いてみたい。奪えるものなら奪いたいあなた。そのために誰か泣かしてもいい。奪えるものなら奪いたいあなた。一度でいいからあなたのため肌に爪を立てたい。はい、最後はねホテルでした。ではまたおやすみなさい。また明日。